卒業試験なんて楽勝よ。魔女の力見せてあげるわ。アメイヤ、もう一度復習しておこうか。もう大丈夫よ。ロロったらそんなに私が信用できないわけ？見習い魔女の卒業最終試験だ。もし失敗したら5年は順番が回ってこないぞ。何を失敗するって言うのよ。みんなの前で私はプールクーラからやってきた魔女ですって言ってもつまんない冗談だと思われるだけよ。そうだな。この世界には魔法や魔女という言葉があふれているのに誰も魔法を信じていない。おかしな世界だ。だからこそこの世界はマナーを集めるのに最適なんじゃない。魔法の力で満ち溢れているのに使う人が誰もいないんだもん。ほんと私ってラッキーだわ。ただの幸運でこの世界に派遣されるのが決まったと本当に思っているのか？幸運以外に何があるっていうの？私はいつもラッキーなのよ。あ、もう行かなきゃ。最初から遅刻はさすがにまずいわ。長年使い魔としてそばにいるが何事も運で乗り切ってきたからな。しかし今回は幸運だけでは乗り越えられないぞ。頑張れるのかアメイヤ？あ、猫ちゃんや。にゃーん。今日から新しいお友達が増えます。自己紹介をしてもらいましょう。泉ゆめはです。関東から来ました。ゆめはの夢は立派な魔女になることです。あちゃー、もしかしてやっちゃった？魔女？関東の子ってえらいお子ちゃまやね。アホくさ。かわいいわ、ゆめはちゃん。ゆめは大事よね。魔女はやりすぎだったかな。みんなに変な子扱いだったもんな。でもあれくらい印象つけといた方がこれからの仕事がやりやすいよね。プールクーラの魔女アメイヤ・アシュリンだな。あなた何者？お前の魔力いただくぞ。リベラティオ。プールクーラの魔女の力見せてあげるわ。だが、まだ魔女ではない。全力で行くわよ。やはりまだ未熟だな。だが、そういう魔力もいい。いただきだ。そうはさせないわ。魔力は飛び散ってしまったか。アメイヤ、大丈夫か？あ、ロロ、うん、大丈夫よ。あれ、なんだか力が入らない。魔法力のほぼ全てを失ってしまったのだ。あやつに奪われるのだけは防ぐことができたか。
にゃー、あなた誰なんですか？助けてもらってこんな失礼な質問でごめんなさい。でも無理をするな。お前にはスカイマと会話する程度の最低限の魔法力しか残っていない。これは私からの贈り物だ。少し力が出てきた。ありがとうございます。少しばかりの魔法力と魔法を一つ。失った魔法力を取り戻すための魔法だ。これがあれば自分の力で魔法力を探し出せるだろう。私は魔術の女神バッハ。何者かが連接世界の魔法バランスを崩そうとしている。あやつはその一員。正体はわからん。魔法力を取り戻したら戦ってくれ。魔法を守るために。言いたいことだけ言って消えたな。あの話も本当かどうか簡単に信じることはできないぞ。魔術の女神バッハ、聞いたことのない名前だ。でも私を助けてくれた。魔力を探す魔法も。ちょっと待てよアメイヤ。プールクーラーの魔女がプールクーラー以外の術を使うつもりか。魔女の掟を破るつもりか。神なんて認めないのが魔女だろう。そうだけどロロ、今はこの魔法に頼るしかない。魔力がなきゃ私何もできない。課題も達成できないし、プールクーラーにも帰れないよ。分かったよアメイヤ。だが僕には見えないように使ってくれ。ありがとうロロ、大好きよ。おいちょっと、こっちに来てからそこが敏感なんだ。
ちゃダメよ。コピーだから。アメイヤ様。技が持つ連携範囲をつなげて仲間と攻撃を連続させることで高い効果を上げることができる。これを連携と呼ぶ。連携率が上昇し、仲間の思いがシンクロすると限界を超えた連携が発生することがある。これをオーバードライブと呼ぶ。完勝ね。コピーだから成長もできるよ。
アメイヤ様、ここは私が。してやる。ついてこいよ。マグを持つ者やモンスターは倒した敵を吸収してその技を振るうことができる。決めるわ。私が守る。なんてね。ぶち抜いたな。
ドイツを狙っていアメイヤ。あとは私が。ついてこいよ。おい、もう一回やるぞ。完勝ね。本物より強くなっちゃったりして。強くなるのか？